3月29日金曜日午後6時5分の日本海は、かすかな温床は正面から、かすかですが無風ではないですね。海にはうねりは入ってますが、ちょっとまとまりに欠けますね。今歩いてくる間に奥床は背後から吹き始めました。こちら海には右の奥にうねりが向かってますね。今強風というか奥床がとても強く吹き始めました。気温は20度ぐらいあります。今風が、前から吹いてくるのかな、オンなのかオフなのかよくわからない風が吹いてますね。一応カメラのマイクの手で持ってます。うねりは入ってますが良質なものではないですね。明日どうですかね。